宝塚ファミリーランド。宝塚ファミリーランドは、かつて、兵庫県宝塚市にあった、遊園地県動物園。阪急電鉄が経営していた、遊園地で、阪急宝塚本線の終点である、宝塚駅の東側にあった。駅から続く、花の道の南側に、宝塚歌劇で有名な、宝塚大劇場と、大浴場を備えた、宝塚大温泉があり。 北側に動植物園と遊園地があった。園内西側には戦前から続く動植物園があり、象の飼育者や猿山、アシカの泳ぐプール、キリンの飼育者などの動物園施設と熱帯の植物とともに動物を飼育展示していた立体動物園があった。園内中央部から東側にかけては、ジェットコースターやメリーポーランド、観覧車などの遊戯施設や、 昆虫の標本を展示していた宝塚昆虫館や創業者小林十三の成果、世界各国の民族衣装を着た人形を展示していた宝塚大人形館、阪急電鉄の車両の実物や模型などを展示する電車館、日本庭園などが設置されていたエリアがあった。園内を一周するモノレールや東西を往復するロープウェイなどもあった。 宝塚ファミリーランドの前身である宝塚新温泉は、身の終わりまで気鉄道の終点となった宝塚への旅客誘致を目的として、1911年、明治44年5月1日に開業した。宝塚には、向川右岸に宝塚温泉がありにぎわっていたが、左岸に新たに温泉施設を設置した。さらに翌年、宝塚新温泉の隣に食堂や、 演舞場、国内初の室内プール、暖房設備はなく男女とも栄意も禁止したというなどのレジャー施設を設置して、宝塚新温泉パラダイスとなった。1913年、大正2年には、不人気のために閉鎖された室内プールを改装した劇場、脱衣場が舞台で、プールが客席でのアトラクションのため、宝塚消火隊を結成、やがて、 宝塚少女歌劇養成会と解消し、後の宝塚歌劇団として発展する。1924年、大正13年、前年に消失した劇場の再建に合わせ、4000人収容の宝塚大劇場と遊戯施設を設置した遊園地、ルナパークが完成。さらに1928年、昭和3年には大植物園が完成。 さらに図書館や屋外プールなどが完成し、温泉、過劇、動植物園に遊戯施設が揃った。太平洋戦争中は、過劇の公園休止や温泉施設が軍に徴用されるなどして、施設は閉鎖を余儀なくされた。飼育動物の一部は空襲下での脱走予防のため、1944年、昭和19年3月5日に殺処分された戦時猛獣処分。 開戦後の米軍による施設接収を経て、1946年、昭和21年には大劇場が再開されて、宝塚歌劇が公演を再開、また、園内の遊戯施設も順次整備され、ジェットコースターやロープウェイの設置、宝塚交通館、後の電車館も設置された。1960年、昭和35年、宝塚新温泉の開園50周年を記念して、 動植物園や遊戯施設を含めた名称を一般から公募し、その結果、宝塚ファミリーランドが選ばれ、以後はこの名称で呼ばれるようになった。同年には、向川佐賀の温泉設備を拡張、整備して、宝塚ヘルスセンター、後、宝塚大温泉に改称をも、開業、折からのレジャーブームと共に入園者数は増加し、関西地区屈指のレジャーゾーンとして、 活況を呈するようになった。1967年、昭和42年には、園内東側の敷地に、宝塚大人形館世界は一つが、会館、さらに二重大観覧車の設置や、急流滑り、お化け屋敷や屋外プールの設置も行われ、施設は充実した。1980年、昭和55年には、隣接する宝塚映画、 後の宝塚映像の敷地を利用して完全屋内設置のジェットコースターであるスペースコースターの設置や大人形館の改築が実施された。さらに急流滑りが移築され、跡地には屋外プール、冬にはアイススケート場としても使用されたが拡張された。一方動物園では新たにホワイトタイガーが飼育され繁殖にも成功し、 宝塚ファミリーランドのシンボルとして人気を博した。1980年代末には宝塚大温泉は役割を終えて閉鎖され、跡地は宝塚大劇場の改築に備えて駐車場などに転用された。また宝塚映画のスタジオを改装したイベントホールが設置され、様々なイベントや展示会が開催された。しかし、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをはじめとした大型アミューズメントパークの開園やレジャーの多様化、少子化などの影響もあって次第に入園者数は減少し始め、阪急電鉄では2003年、平成15年4月7日をもって宝塚ファミリーランドの閉園を決定した。このニュースは大きく取り上げられ、閉園を惜しむ声が多数寄せられたことから同年4月29日からガーデンゾーンを 宝塚ファンタジーガーデンとして期間延長して営業を再開した。そして同年8月31日をもって完全に営業を終了し、宝塚新温泉から数えて90年以上の歴史に幕を閉じた。閉園後の跡地は聖地の上でガーデン、住宅系、商業系、過劇の4つのゾーンに分けて再開発されることとなり、このうち ファミリーランド時代に遊戯施設などが設置されていた園内中央部のエアがガーデンゾーンとして2003年9月26日にイングリッシュガーデン風の有料公園、宝塚ガーデンフィールズとして生まれ変わった。園内西側のエリアは商業系ゾーンとして使用され、2005年平成17年4月にイタリアンレストランイゾラベッダ・オペレッター宝塚が開業したほか、 同年6月中旬から7月上旬には、大型ベビー用品専門店、ベビーザラスト、フィットネスクラブ、ティップネスが開業した。また、住宅展示場、宝塚ハウジングガーデンとしても利用されていい。園内東側のエリアは、住宅系ゾーンとして利用されることとなり、2005年秋にも、住宅地の造成を着工の予定としていたが、こう一部エリアを、 関西学院が学校用地として取得し、2008年、平成20年4月に関西学院所東部が開校した。また、住宅地には大型マンションが2棟建設された。集客のメインである過激ゾーンは大劇場、バウホールや駐車場を中心に再開発されるとしているが、現在のところは未定である。数々の施設が開業したため、 ファミリーランドがあった頃の面影はほとんどなくなってしまったが、かつての遊戯施設として唯一メディーゴーランドが残されて営業していた。これも2011年、平成23年3月に解体され、駐車場に整備された。なお、前日の宝塚ガーデンフィールズも2013年、平成25年12月24日をもって閉園されており現存していない。 今後の宝塚ファミリーランドの跡地は、などが予定されている入園料は、大温泉、動植物園、遊戯施設共通であり、一度入園料を支払って、場内に入場すると、いずれの施設ともに利用できた。また園内では、遊戯施設を利用するための乗り物券が発売されており、あらかじめそれを購入することで、遊戯施設で現金を支払う手間を省いていた。 一方、歌劇を見る場合、初代大劇場、宝塚バウホールを含むで公演されていた頃は、歌劇のチケットにファミリーランド入園料は含まれていなかったため、現地で改めて入園券を購入しなければならなかったが、二代目大劇場の開業時にファミリーランド入園料を含むように変更された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。